あんまりでもだから話をしたことないもんね。あのすいません、今喋らないでください。よろしくお願いします。はい、どうも今日は新原さん、よろしくお願いします。新原さん、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ありがとうございます、もうなんでこういう組み合わせになったのかというと、新原さんちょっとご説明申し上げますと、はい、稲葉さんのホームページでですね、全世界の方々にね、稲葉さんが会ってみたい、話してみたいというね、そういう方を招いていろいろとこう映像を撮ってね、ざっくばらんな話をね、外に発信していきたいと、講師の部屋っていうそういう、そういう、そうなんですけど、まあ、一応、まあ、今までやったことがないことをやってみたいなっていう話で、はい、じゃあ誰かと対談するのはどうかななんて、ちょっとやりそうにないじゃないですか。ああ、やりそうにないんですか。対談しなさそうな感じじゃないですか。あんま対談をやらないキャラクターに見えないですか。喋ってるイメージないですよね。あんまり喋ってる、あんまり取材受けないからそういうイメージがあるんじゃないですか。どうですかね。イメージありますか、新原さん、あまり喋らない。僕も実はね、今日初めてなんですよ、こうやって話するの。さっきのお前は会ったことあるって言ってたじゃん。会ったことある、会ったことある。楽屋ではどうもどうもっつって、表敬訪問みたいな感じで、ね、でチラッとするもん、ほんと10秒か20秒ぐらいね。それでまあその対談するのに相手が必要なので、はい、誰がいいかななんていう相談してたんですけども、はい、新原さんって僕会ったことあるけど、結局僕はもう遡れば、ね、ラウドネスの追っかけですから。その追っかけって、はい、まあ、そういうことを世にばらしても大丈夫なんですか。大丈夫ですね。どうですか、大丈夫です。その追っかけっていうのは そこだけピーってなるから。いやいや、でもあれですよ、僕はラウドネスのピーってなる。それはもう全然公言してますよ。あれだって、アマチュアの時代は稲葉さんラウドネスのカバーかなんか やってて、その映像がなんとかチューブで見れるって誰か言ってたあれでも高校の同級生の自宅で撮ったやつを誰が出してるんですか。友達じゃないですか。友達ですよ。友達ですよ。だって自分出してないでしょ。出してないです。お友達じゃ持ってないですから、それ。あ、本当に、はい、僕でもね、ええ、ファンの人からね、その稲葉君がね、はい、それ歌ってるのがあると、はい、夢なんか、クレジードクターか夢ファンタジーかなんかその辺の曲だらしいんですけどはいはい、はい、でね、メールが来て、新原さんちょっとね稲葉さんのその動画を見て、はいはい、彼が高校生の歌、すで、うん、に彼はもう新原さん超えてますからとか言って、本当にうるさいわみたいな話見た。いや僕はまだ見てないですよ。いや俺もその話聞いて、知り合いになんか稲葉さんがそのラウデルスのカバーやってるすごいなんか昔のものがあるらしいからちょっとチェックしてくれって言ったら電話がってきて、いやギターうまいねってそっちじゃない。もともとその彼が、うん、その高崎さんのファンで、でその高崎さんのコピーをやりたいんで、メンバーを探してて、周りの近くの人で、で、まあ、僕友達で。その時はもう歌やってたの。全然やってないんですよ。それでまあちょっと高い声が出そうだからっていうんで、でもうかき集めたメンバーの一人なんですよ。大体ね、あの頃で1983年とかそのあたりでしょ。そう。それでだから僕高校生じゃないですか、ね、でテニス部だったんですけども、もう全然違う。ラウドネスがデビューするっていうあれ前からもうその前から盛り上がってたじゃないですか、うん、はいはい、雑誌で結成されてというね、レイジーが解散してっていうことで、うん、でまあ浅草で最初のライブやって、国際、僕もう田舎にいたんで、うん、そのライブレポートをテニス部の部室でもうガンガンみんなで見てた男だね、はい、そうで、まあそういう、 もう普通のファンですよね。で、まあ、大学でこっち上京してきて、うん、でライブいろんなとこ見に行ったりしてたんですけども、うん、そのそうこうしてる中でこうデビューして、でまあ、松本さんと一緒にやってるんで、はい、松本さんは割と高崎さんと皆さんと知り合いだったりするんで、そうだよね、コンサート行ったりすると、うん、もういきなり楽屋に行ったりするじゃないですか、挨拶して、はい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 、で僕は間がなくて、その急に面識もないところが楽屋に挨拶っていう、なんかちょっと段階踏まないでお会いしてることが多かったんで、うん、実はこれこれこういうことでラウドネス聞いててっていう話一回もしてなかったんで、まあ、今回こう会って話できるといいなっていう。これですか。じゃあその、ね、ギターの上手なお友達がメンバー探して、お友達ちょっと集まってっていうんで稲葉さんボーカル務めたわけでしょ。 その頃にはラウドネスは知ってたわけでしょ。当然知ってますよ。知ってた、ラウドネス最初に聞いた時の、印象ですね。正直に
正直に新原さん言うけど正直にそれを聞くのが先生みんなね歌の話してましたボーカルのそうですか、ええ、高崎さんじゃなくて新原さんの話ですかやっぱ歌のイメージって新原さんのこと知らなかったんで、はいはい、そのなんだろうあの日本語じゃないですかそれで、ね日本語だよな、はい、まあまあ日本語わけのわからへん今から考えるとね、はい、若気の至りっていう、ね、あれはでも真剣にみんな歌ってたんですね僕ら、はい、たまにね、はい、昔の曲やるっていうことで、はい、ちょっと話があれですけども、はい、で昔の曲をやるっていうことで歌詞をさ、はい、読むじゃないですか昔の、はいはいはい、これって俺って何が言ってるのかなと思ってね、はい、大概ねしばらくこれ歌うのがきついなとか思ったよね初期の曲そう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 どの辺が辛かったですかまあまあまあなんかうん汗が出てきたいいじゃないですかセックスユーマン、そうセックスユーマン ね、そうそうそう、まあ、でもボーカルの話が出てた当時は出てましたねやっぱり、はい他のメンバーの皆さん割ともうすごい知識があるっていうか思って、はいはいはいうん、だから新しいこうボーカルってどんな人だろうっていうあ多分みんなの想像っていうかどういう人を想像してたのか分かるんですけど、うん、その前だとみんなレイジ聞いてた人多かったんで、はいはいはいそことまたガラッと変わるじゃないですか確かに違うよね、でも新原さんはあのラウドネスに加わる前ね、まあこれ伝え聞いた話は本当かどうか分かんないけど割と黒っぽい音楽も好きだったって話聞いたけど本当なのあれ、ねそもそも高校生の時アウシェイカーでバンドね、うんうんうん、僕はロック始めたんですよ、うん、その時ベースだったんですよ、うん、でベースやってボーカルの人がいたわけ、でそのボーカル人が、まあ、あの辞めることになって、はいはい、でまあその彼の代わりに僕歌ってたわけよとりあえず次のボーカルが来るまでっていうことでそれ、うん、で、まあ、コンテスト出ようとかね、うん、とりあえず出ようとほら、うん、高校生だから、はいはい、いろんなところでやりたいじゃないですかでコンテストとか出るとねとりあえず僕の声を褒められるわけよ、うん、もう君はベースも下手だし歌も上手くないけども声はすごいねどういうのどういや声はねこれはシャレならんぐらい君はなんかね他の人にないもんがあるからう、うんうん、でも僕ベースをやりたいんだけどとか思っててでそうこうしてるうちに、まあ、あの大学に入ってであのソウルバンドからねすごい京都ってすごいソウルとかねブルースが盛んな都市、まあ、ブルースとかね、うんうん、そのねすごい京都で有名なソウルバンドがあったんですよそこから僕ね声がかかってあ俺ベースソウルあかんけどなと思ったら歌で来てくれって言うわけよえ俺歌やるんやと思って、それでちょっと本格的に歌やろうかなと思った時にラウドネスのオーディションが来たわけよえちょっと待ってソウルバンドで歌ってないの全然いやちょっと歌ったよ1年ぐらいは歌ってたんだけどソウルバンドってさどんな曲歌うんですかねオリジナルいやいやもうねオーティス・レディングだオーティス・クレイドオーティスマジだねそうそうそうジェームス・ブラウンアリエット・ファンクリンみたいないいですとかねそういうのをあのすごいねやってたんですタワーオーバーとかねそれでさ俺はソウルやるぞともうハードロックじゃなくて歌をちょっと本格的にやりたいっていう時にあの高崎君のオーディションの話が来てであるよとあるよっていう間に僕ボーカリストとしてそれもハードロックのプロになってしまったわけよだからリトルリーグの子供がいきなり大リーグのチームに放り込まれたみたいな感じソウルフルでしたよね結局だからそのソウルフルな感じがその違和感みたいな感じでみんな話題になってたんだと思う、ね、あの関西はねみんなああいう歌い方してたんですよ、当時上田雅之さんとか優雅団の人たちの真似するなんかさ日本語が英語に聞こえる歌い方だよねなんかこう、言葉と言葉がつながってなんか表現されてるみたいなね、よくあの関西弁っていうのが、はい、あの限りなくその黒人の英語に近いとか言って、あの向こうの人抑揚とかはそう、ね、そうよく言われるんですけど それがあの、でもこぞってみんなコピーし始めましたからねそうだからね僕でデビューしたでしょ あのラウドネスでして僕みたいなタイプのボーカルがいなかったんですよ、ね、その今日本でそれまで、うんうんうん、もちろんその JJ さんとかね、うん、紫のボーカルの人とか、うんうん、まあ京次さんはボーカルじゃないけど、まあうんうん、ハードロックバンドはいたんですけど、いわゆるこうワーオーっていうようなボーカルがいなかったんで、結構あのデビューした時はもううわーっていう感じで注目はされたんですけど、いや自分で注目されて聞いてみないと本当に注目されてだって周りでボーカルが稲葉さんがものすごい田舎のだってテニス部の部室でも注目されてましたからね、すごいその評価してたんですか、すごいボーカルだと、すごいすごい、なんかなんだろう、その企画が違う感じは出てましたよね、なんかこうバンドの今までのが違うか、でもあれあの僕の声ってなかなかね女性でもしんどいんですよ、
女性のアマチュアバンドで、ね、で、どうやったらそんなふうになりますかって女性ボーカルからこう相談を受けるんだけど、よく声もう一発その頃は平気でしたけど、でもまあその前その彼がまたマイケルシェンカーとかやってて、それはカバーとかでやってて、それもう歌ったんですけど、うん、ラウドネスいきなり聴いた回から、あーね、でもそのキーが高いとかっていう感覚はあんまないんですよ、素人なんで、なんか知んないけど歌いにくいとか、うん、辛いなとか。ちなみにその当時アマチュアバンドだったと思うんですけど、どんな曲をカバーしてたんですか、ラウドネスは。ラウドネスのファーストアルバムからラウドネス、ラウドネスもラウドネスで、セクシーウーマンとか、これすごいわけです。もうロンリープレイヤーとかです、エンジェルダスト、もう要するにラッシュで言うとギリギリのあのあれ昔の頃のあの厳しいね、厳しいあのハイのね、ハイのね、ああそうそうですね、よくついこんな話いいんですか。なんかもう初めてすごいんじゃないですか。聞いたことないもんだってね。だからその後もうインザミラーから、あとはクレイジーロック、じゃあもう今もしこのバンドがいて、じゃあちょっと一緒にやろうかって言ったら歌えるくらいの勢い。それがですね、去年あのビーズであのライブやった時に、はい、あのクレイジーネイトカバーしたんですよ。そうそうそう、それを山下君からやろうやろうって言って、山下君からメールが来たって言って、でオリジナルでやったんですけど、リハーサル無理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 と思って、キー、あれってワンコーラス普通に歌えても最後気がつくとあれっていう感じになって、苦渋の決断で聴いてあげましたけどね。あ、そうなの、ええ、そうなの、見たかったな。You come to see the show where we gonna rock and shock you. Come get on and feel the sound. Hit you in the face. Alright, let's get so Let me hear you rock and rollキー高いって、いまだにそのキーキープしてる。 YouTube とかも見たら、とか思って歌ってんの。いやでもね、デビューして3年ぐらいは絶好調だったんですよ、はい、でも声はね、歌は下手だったけども声は出たんですよ、うんうん、それでね、アメリカデビューしたか2年目か1年目ぐらいから、うん、声があれおかしいぞ、なんで声が出ない、お前までこんな感じで出たのに出なくなって、で90年代入ったらもうラウドネス終わって、うん、次 の, あの、はい、プロジェクト始めた、もう声が出なくなって90年代、うん、10年ぐらい、あらもう全くオクターブを下がるぐらい声が出なくなって、これはもうボーカリストやめるかどうかなぐらいのとこまで来て、でこれいかんと、なんだな、これはあの生活を改めないといかん、暴飲暴食、お姉ちゃんダメダメ、そうそう、ね、お姉ちゃんお姉ちゃんもだ、お姉ちゃん粘膜がね、ええじゃん、そうか、粘膜かい、喉のじゃねえだろそれそれ喉じゃねえよ、いやいや、だからそういうこともあって、うん、なるべくこういうね、なおかつ、ね、そんな影響出るんですかね。いや、あの睡眠、結局要するに、ね、睡眠を睡眠不足ありますよね、寝ないと声が出ない、ね、それでそれとあと、まあ、僕初めて要するに、ね、あのボイストレーニングっていうのを30の中盤ぐらいに本格的にやったんですよ。本当に。でラウドネスを結成する頃にちょっと戻ってあれ戻ってきたなって、でこれはきっとボイストレーニングがいいなっていうことで、うんうん、まあそのまま続けて、そしたらだんだん戻ってきて、今もようやく昔の曲も。そういうこと、それ原因暴飲暴食なんですか。暴飲暴食とお姉ちゃんだと思いますね、やっぱり。もう若したっつうね。生活それって壊した時って何歳ぐらいの時ですか。僕がだいぶ、まあ、もう明るく明らかに辛いなと思ったの28。若いよ。ええ、だからそれまでだから。伊藤さんも知ってるでしょ、僕の私生活、まあそれなんとなくねすごいアメリカにいた時もまあしょうがない、一緒にロックンローラーだから ね、そうそう、だからね、ロックンローラージプシーですからね、そうそうそう、あの雑誌に書いてあることをするのがロッカーだとアホやから思ってるから、先ほどのミーね、うん、それはこうあの調子悪くなってからの10年間もそれを続けてたんですか。いやアホだからそう分からないから、何が原因か分からない、そうそうダメ、イラクもそれもうちょっとね、なんとかもうちょっと、そういうことです。そういうことって、そうです。そうそう、だからあんまり、あんまそういうこと構えなかったから、そう歌い方とかね、ボーカルのフォームとか発声とか、だからもう単に年いったから出なくなったんだなと思って、じゃあ30頭ぐらいまでそのまま
でもサウンドもサウンドだからあの環境で出し続けるのは相当大変ですね、だって最初イヤモニとかなかったわけじゃないですか。そうそうそう、イヤモニターもすごくあの、うん、喉の成分が出る、つまり なんでさ、普通昔はここのモニターじゃない、ね、イヤモニターってね、たあのファンの方もご存知だと思う、ここで耳に入れて、ある程度ミックスされた音源が耳に返ってきてるんで、まあ、歌いやすくはなってると思うんですけど、はい、稲葉さん、ここから来てるものとそのちょっとあのイヤプルで、ね、音が返ってくる、どこが歌ボーカリストとしてやり始めの時はやっぱりこの閉塞感があるし、あのライブ臨場感がやっぱり生 あの普通の裸で聴いてるのとやっぱ違うんで、僕は本当はやりにくかったんですけど、ただやっぱり生音がでかいのも聞こえるし、その中で PA の音も大きいしね、その中で自分の声もうラウドですよ、もっと音がでかいんで、その中でこう無理してやっぱ出したりするじゃないですかライブ中、そうするとやっぱ喉にはやっぱやばいですよね。あのね、大きければいいと思うんじゃないんですよ、人間の耳ってね、ある程度の限界が来るともうやっぱ聴覚おかしくなってくるから、耳がどんどん遠くなっていくんですよ、うんうんうん、あのでっかいモニターで音で聞いてると、そうどん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 こうやってがなっていくんですよ、聞こえないからがなるんですよ、がなるから声が出なくなるでしょ、出ないから聞こえないでしょ、またがなるんですよ、悪循環なんですよ。そうなんですよ、だからライブの中盤ぐらいから終わっていくっていうのはあの当時ね、うんうん、でもうイヤモニターはそれが ないんですよ、あんまり必要以上に大きな音 しないからね、しないから、うん、結構こう安定したその環境で歌えるっていうのがあって、じゃあまあこれね話もこれ話してるの、そうですか、あのそうそう、だからそれはすごく革命的なあのあれですね、ジェリーなんだっけハービーやったっけジェリーハービー、これイヤモニターでしょ、あの競争、うんすごいですね、まあだけど俺だよ、先輩として俺稲葉さんもね、うん、ずっとやっぱり過酷なツアー続けてるわけですから、アドバイスみたいなの先輩からなんかないんですか、ボーカリストとして。いや俺も逆に聞きたいぐらいです。それ弱いね先輩先輩弱いよ。いや素晴らしいなと思って、僕はあのテレビでちょこちょこあの、うん、ビデオっていうかライブの、はい、あれやよくあの拝見するんですけども、はいはい、いやもう完璧ですよね、あれもなんかすっごいとこまで。実はですね、あの新原さんが出されたボイストレーニングの CD で購入してるんです。やめてくださいよそれ。ちょっと待って、ちょっと一回首絞めていいですか、この人この辺にじゃあペロップであの CD やって。あ本当ですか。やっぱりまあラウドにすると爆音じゃないですけど、やっぱツアーやっていく中であれおかしいなっていうことってやっぱどんどん増えてくるんですよね。で、そうなんです、もうすごく多いんで、で歌い方かなとかいろいろで、やっぱ発声のメソッドとかいっぱい、はい、特に欧米はいろいろあるじゃないですか、はい、であんないろいろ聞いたりとか、ちょっとでもクラシック寄りだったりとかするものも多いん で、みんなロックの皆さんどうやってるのかななんて思って。僕ね初めてね、あのボイドレーズだから気がついたのは、あの TNT ってあのバンドあるでしょ、はい、あそこのボーカリストは、ね、トニー・ハーネル、トニー、僕ツアー一緒にアメリカやってる時に、彼がね歌う前いつもトイレこもるんですよ、いつもそのトイレか、うん、そのどっかあの一人こもってる時、何をしてるのかなって実はひそかに後をついてたわけですよ。したらすっごいもうブルル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 もうずっとやってるわけ、うん、でこいつは何やってるのかなと思って、うん、発想で分からなかった、うん、でそれからしばらくしていろんなね、うん、本とかこう人の話を聞くと、それがいいっていうことで、うん、10年後ぐらい分かって、うん、でそれをすることによって随分ね喉の緊張が取れて、うん、フォームっていうか出し方がなんかやっぱ無理のないあれができるんじゃないですかね、多分。相当根拠しないとダメだけど、ね、あれいきなり上手くならないんですよ。あれ相当、ね、1年間ぐらいでブルル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 ルってこのリップロールをねやらないとね、そんな劇的にはねならないけども、ただ僕やってる時にね、あれなんか違う高いところ行った時のブルル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 ルってこれがねあのできなかったのね、この声調子悪かった時これができなかった、ってこんなんだ、でそれで自然で、あ俺どっか力んでるなっていうのが分かって、うん、初めてリップロールやった時にこれスムーズにできるまで俺は歌は歌えないなと思って、それでやっぱね1年半ぐらいかかったんですよ、これができるのに。
1年半ぐらい、長いね。そこまで真面目になりました。すいません、どうも。入れ替えました。やっぱね、歌を歌いたいのか、ね、歌いたくない中のもう器用ですからね、私の場合は。そうだよね、で歌しかやったことないで、20歳でこの仕事入ったでしょ、うん、歌しかやったことない、うん、どうするよ、30の後半に世の中に放り出されても困るやんね、うん、困りますね。でだからそうやって、だから不摂生を直してたわけでしょ、ちょっとだけ。お姉ちゃんとね。お姉ちゃんは治れへんかった。ないで、稲葉さんはその新原さん そのボイストレーニングのいいなっていうのは、あのリプロールとかいろいろ海外ではよくあるメソッドで知ってたんですけど、なんかその日本人だし、そのロックシンガーなんで、そのなんかそので実際ステージ立ってる人の言ってることなんで、リアリティがあるっていうか説得力があるんですよ。特にこの大げさにも何も言ってないし、非常に分かりやすい説明で、あれにつきますね、リップロールに。もうあのボーカリストのあの喉の具合が悪くなる。僕だからこの間ね、アメリカでやった時にやっぱり声が出ない人が結構いるんですよ。昔すごかったのに、あの喉が調子悪い人が見て、いやこの人もリップロールやればいいのになとか密かに思って見てたんだけど。そんなにいいん、リップロールは。でも時間かかるけども、あの崩れたフォームがやっぱり元に戻るっていうか、それはすごくあると思います。うん、稲葉さんはどんなあの本番前、コンサートの前、ボイストレーニング、当然やってからステージ出ると思うんですけど、そうですね、何分間くらい、どんな。昔はただがなりまくってて、はい、昔だいぶもう昔ですけど、自滅していくパターン。そうそうそう、ひどいこと言わないで。自滅仕掛けてました、ライブ前に終わってしまうみたいな感じで、温めるっていうか、もう段階も経ずにですね、いきなりガーっていってやってましたけど、ある時からもうまずリラックスさせるの、もうリプロールもそうですけど、そうよね、あとファルセットでしばらく出したりとか。ファルセットもいいよね。いや、よく知ってるね、ファルセットリプロールですよ。これにつきますね。だから教則見た、教則教えてもらって、もう逆にこっちこっちこっち。いやいやいや、どのくらいやるんですか、トレーニングは。大体本番前は、僕そこまで真面目じゃないんで、その時の気分によりますけど、本当はもっとやらなきゃみたいな感じで。僕もだから、ね、脅迫観念みたいにね、やらない出ないんじゃないかって思うから。でやると安心できるっていう。そうそうそう。でメンタルでも影響しますよね。そうそうそう。あ、もうだからワーミングアップでちゃんとできたから、今日は歌えるなっていう。で逆に言うとワーミングアップすらできない具合の悪い時があって、あかんわ今日ワーミングアップもできんって思うと、もう今日はあかんなと思ってしまう。その本編の本番中の中のセットリストの中のどっか途中で急にあれっていう時ってないですか。あれ2曲目でね、大体ありますね。ありますか。昔はそういうこと多かった。1曲目絶好調だね、これはもうもらったなと、これは新原恐るべしだな今日はみたいなね、ざまあ見ろ俺来たぞと、やっとこれで俺もこう見直してもらえるかなと思ったら、2曲目からあっ、うん、3曲目で MC だったら声ひっくり返ってて、はいはい、もう4曲目はもうお疲れさんみたいな。何それ何それ、調子悪い調子悪い。なんか急にだから楽屋で声出しすぎるたりとか、うん、あるいは乾燥してるのがダメだったのか、あるいはその頃はもういや考えませんか、それでステージで。いやすっごい考えますよね。冷や汗バーッと捨ててやばいなと思いましたよね。どうしたんだろうと思うわけ。なんでそうそう、急になんか声がひっくり返ってる感じになるでしょ。でバンドの方はまた元気よくどんどん進んでいくじゃないですか。ぐらいも勢いで進んでいくわけですよ。で俺ちょっと待って、その孤独感たるやすごいですよね。いや共感できるだけこの話初めてしましたけど、そうバンドはもう元気に突き進んでいくんですよ。すごい。で俺ちょっと待ってみたいな。そう、あー、はい、デーモンも言ってたそれ。あ、そう。デーモンも言いながら3曲目やばいな今日はみたいなことがあるって言ってた。ボーカルって絶対それさ、ボイストレーニングの時は分かんないのかね。つまりそのショーの前にやるじゃん。だからさっき言ったように、ん、ボイストレーニングの時に、あ、今日は、まあ、風邪ひいたりとかね、うん、どうしようもない時やっぱりボイトレしたらもうやっぱりダメなんですよ。もう誤演習をこうしてるから、うん、だからそのボイトレで今日のあの具合が分かるんですよ。まあもう今日はこの辺の音無理やなとか。だけどさ、ボイトレで、通過して1曲目で絶好調と、ええ、いうことはさ、あのボイトレの時から絶好調だったんでしょこれ。いや、あのね、その今の話はボイトレやる前、うん、あ、やる前か。80年代あの暴飲暴食お姉ちゃんの頃ね。あ、そうかそうか、ボイトレやる頃からはそれはなくなったかなと、うん、僕今でも結構ありますけどね。あ、そう、もうそうなんだ。声が出なくなるってわけじゃないですけど、でもちょっとあれこうスムーズじゃないなっていう時はたまにひっくり返る感じになったりとか、急に
なる時はありますけど、ね、でも特に喋ることが辛くなったりしない？喋るのと歌とのギャップがまたちょっと、話すのは結構辛くなります。厳しいよね、インタビューがだから厳しいんですよ、ツアー中の。ツアー中のインタビューしづらい？いや辛いですよそれは精神的に辛いんじゃない、声が声が辛いですよ、出しにくいみたいな。そうそうそう、喋り声がやんなきゃいいじゃん、ツアー中も。いやだって海外だって僕しか英語しか知らないから。そりゃそうだ、だってもうひどいんですよ。だから寝る時間もなく叩き起こされるんですよ、ツアーマネージャーに。はい、インタビュー取材それでツアー中でバス乗ってるじゃないですか、夜中3時ぐらい起こされて、お前電話やって外出ろ言って、外でインタビューして、なんかまたヨーロッパの方の発音のなんか分かれへんのないでパドンみたいな声出えへんのにさ、出なあかんのにも。最悪です。ちょっとこれ3本やってくれみたいな、1時間半ほれんぼみたいな。それでももう声がカスカスになって、でも寝るじゃないですか。それで現地着いて、もう昼寝て起きて、そしたらまたラジオ局連れてかれるんですよ。声回復してないのにまたひとしきり喋って、で声のものでサウンドチェックもしないですけど、もう声がしんどいから、でまたライブやって、それで楽屋でまた今度ファンミーティングみたいな、そこでガーッ て酒飲まされて。タフだね。いや、そういうスケジューリングなんですよ。稲葉さん、そのコンサートの途中で気がつくわけ、今日はちょっとなんか今調子ありますよ、そういった時にどうやって克服してショーを乗り切るっていうか、時と場合によるんですけど、でもなんか、原因はまあ例えばそのステージのあるところの例えば冷房が強くて乾燥しているものを思いっきり吸ったりした時だとかよくあるんですけど、そのさっき今冷房がね、そのドライになってんじゃないかと、まあ、そうじゃないケースもあるわけで、でもそういう時は頭を思いっきり振り始めたりとか。ああ気持ちわかるわ。なんか、でなんかその勢いを無理やりつけて、それでなんか不思議と克服できる時もあるんですけど、なんでか分かんない、メンタルも関係あるのかな。あれだね、あのビーズとか稲葉さんのコンサートも頭振り始めたら調子悪いじゃないか。あ、稲葉さんちょっと今日調子悪いじゃないんだ。いや、やばいね。もう倍速で振り始めた。倍速で、あ、ジャンプし始めた。これも絶不調になったんちゃうかみたいな。ひどいな。もう全身でもうちょっとゆるゆるにしていこうかな。でもそれあります、僕もね、あれ出なくなって、あれってメンタルで落ち込むでしょ、そのね、次の瞬間ね、やっぱりね、人間って不思議なもんでね、踊り出すのね、踊るっていうかこう、あーってマジで本当にアクションがすごく、はい、毎回毎回がさ、もちろんそのベスト尽くしてるけどね、人間ですからこっちはね、肉体だから、ドラムとかね、破れば皮張ればいいし、ギターは弦があればいいし、ね、強く思いますよね、それは ねアンプやったら何あのその真空管書いてるね、スピーカー書ければいいけど、もう歌だけはもうカチャッとこう取り外しのあれがあればいいんですよ。本当に思うよね。ちょっとこのカートリッジ、新原カートリッジみたいなのを変えて帰れたらなと思って。じゃあ今お二人にお伺いしますけども、その自分の声を保つために普段からしてるもの、あるいは大事にこれはこういうふうにしようとか、ね、声守るためにさ、なんかやってるってことはありますか？なんかあります？僕は割とあの時間があるときは毎日歌うようにはしてますけどね、ある程度鳴らすってことですかね。そのやっぱ歌わないと衰えてきちゃって、筋肉だもんな、生体ね。年齢とともに衰える時間は早くて、回復する時間は長くなってくるんで、その戻すのに時間がかかるんで、どうせだったらじゃあなるべく普段からこう出してる状態にした方が後で楽なんで、そういうふうにはしてますけど。時間帯決まってるんですか、いつも一日なく、この辺大体夕方歌うと。うちにいたりすれば夕方とかになりますけどね。どのくらい歌ってます？どうですかね、その時間があれば1時間半ぐらいか。結構歌うね。インターバル取りながら、この間でもそのクレイジーナイトやるっていうことになったんで、もうサンデーインジスト出してきて大音量かけて一緒に歌ったんですけど、こんな高かったかなこれと思って あのね、一時高崎さんがチューニング下げてましたね。下げてたからな。あれはね、ギターソーがそういうヘビーにしてましたよね。そういうのが好きで、でも一時期からまた元に戻って、あの昔の曲はもうオリジナルの曲のキーでやろうかっていう。やっぱさ、再結成するバンド世界中にたくさんいるけれども、さっき言ったようにそのボーカリストがその声帯喉が取り替え効かないわけだよ、弦とかね、皮と違ってね。だからどうしてもオリジナルキーで歌えないバンドが実はね、再結成してもいるんだよね、中にはね。この辺やっぱり辛いとこだね、伝説のバンドは。ロニーディオでもやっぱり晩年はロニーディオってロニー・ジェームス・ディオのことなんですけど、もうやっぱりね、キーが下げて歌ってたし、僕一回ね、その喉の先生に相談したことがあって、これは戻らないのかと、このキーが下がって
ってくる、うんうんうん、そのしたら先生はね、その声楽家でもやっぱり年齢とともにね、昔この曲歌えたのに歌えなくなるっていうことがあって、でそうなるとどうするかっていうと、メニューをやっぱり変えるんだって、その年齢に応じて。だからそれはやっぱそういうふうにやっぱりそんな生もんだから、あのやった方がいいですよっていうね、あの先生ドクターにアドバイスもらって、そんなもんかとはいえね、高崎さんちょっと今日はタポタストつけてくれますかって言わなきゃいけないからね。なフォークじゃないからね。そうそうそう、カポタストはね、カポタストってね、うわきつそうだな、やっぱラウドに入れないわ。そんな話さ、松本さんしないの、今日ちょっと声調子悪いんで松本さんこの曲その日に変えるってことはまずないですよね。ない、だからリハーサルの段階で下げてあったものは何曲ありますね今まで、これ下げた方がいいんじゃないかと。下げた、あと曲を続けて、ね、あのメドレーで、やるときにチューニングダウンしてる曲のままギターを持ったまま、次の曲行くっていうときは、その新しいの曲のキーをそのギターに合わせて下げたりするときもあります、ね、ああなるほどね。だから下げてもボーカリストってたまに歌いにくいんです、時もあるんですよ ね、 ね、オリジナルキーでずっと歌ってきたから、そうそうそう、染みついてるんですね、きっと。だいきなりハーモンとかエチオンとか下げるとなんかあれちょっと間違ったとこ歌ってるかっていうぐらいの、なんかピッチ悪くなったりするんですよ、ね、あれおかしいなって。だから下げると人はね、なんか楽じゃないなと思うか分かんないけど、うんうん、意外とそんなでもないな。でもチェッペリーのこの間の DVD になってて、あれ何年前でしたっけ、2007年、あれキー下げまくってたけどかっこよかったですね、下げたね、下げた、やっぱり出ないんじゃない、チェッペリー高かったからね、レッド・ゼッペリーね。でもあれでなんかすごい形になってたから、あれは、ね、あれですごいな。だからさっきのセンスの話じゃないけど、やっぱり年相応にその無理をしないでその楽曲をまとめるっていうのもやっぱり、あの地位ですよっていうことで、まあギタリストはなかなかそれは一緒になってやってくれへんけども、特にメタルの人はね、そうだろうね、ちょっとメロディーとか、あこの間、あそういえば新譜おめでとうございます、ソロの、ね、僕聞かせてもらったんですけど、あれ自分で考えあるんですか、あの歌 の、 あのメロディーとか、ソロのやつは基本的に、あ、はい、ビーズアベットは松本さんが、はい、いやどうすごい自然に歌ってたから、やっぱりビーズとこの肩の力の抜き加減がすごいいい感じで絶妙やなと思って聞いてたんだけど、だからやっぱビーズやとビーズ用の歌のメロディーをするのかなと思って、ちょっとビーズの場合本当にもう歌詞書いて歌うっていうところで、もう曲楽曲とかメロディーはもう松本さん初でやってる、はい、でももうほらソロだから作詞作曲稲葉さんだからさ、やっぱり自分でこう歌詞作って、歌詞作りながら歌メロをこう出てきたりすれば当然もうそのままいっちゃうからね、そうですね、ビーズもだからあのラウドロスってタッカンが大体リフを持ってきたのね、僕が、あれもリフだけがあるんですか、あるんですよ、それも、 もう頭の8小節ぐらいリフを考えていて、あとはスタジオでちょっとみんな適当に次の展開考えようっていうパターンと、もうがっつりもう歌見るまで考えてるパターンと2パターンがあって、そうですか、ビーズはどうなんですか、大体のコード進行とかメロディーの間ができたらスタジオに入って松本さんが入ってで、まあ、メロディー聞いてで OK をまあ仮で打ち込みで作ったりする、上に僕は仮歌を入れるっていう。メロディーってのはギターで弾いてメロディーをこんなメロディーだってやん、それもギターでその場で鼻歌で聴くこともあるし、でもまあギターでやると割とはっきりするんでそれで聴いたりとか。ラウドネスはすごいよ。なんで高崎さんが歌うまいのよ。高崎さん昔も歌ってたじゃないですかね。そうそう、それがね、そのね、最近ここ5年ぐらいにね、ジューダス・プリンスのロブ・ハルフォード並みの、あのね、高崎のね、スクリーミングのね、うっそいうあのテクニックを彼は吸収してね、もうデモテープ俺コピーできないもん。タッカンのあの歌で、タッカンが歌ってきた。高崎さんの軽歌入ってるんですか、じゃあ。タッカンがもうそれも本気で歌ってるわけよ。すげえ、聞きたい。もうペンキラーになる、あのね、ガーってやって自分でドラマ叩いて、もうぐわーすごいクオリティー全部やってんだ。そうで、それにそもうとどめをさすにもうロブ・ハルフォード登場ですよ。ペンキラ並みのものすごい超絶シャウトを鼻もけらでうわーってもう感じるだけ歌ってるわけ。えこれよろしく兄ちゃんって言われて、あこれコピーできるかみたいな、あんま君が歌いなさいみたいな話。へえ、そうそうそう、面白い。昔ねギターでねこうやってだからね、大変なんですよ。タッカンがね、もう絶好調で歌ってくる、絶好調で歌ってくる歌を僕が歌を拾って、すごいよ。ハイ G とか出してるから、すごいですね、ハイ A とか、それはね、ハイハイ A か。すごいね。もう僕のあの、ハイハイ A、もうねーってあのラウダネスのあの、あのあれのもっと上ですからね。だからもうロバート・フォードの絶好調の頃の。すごい。え、
多感修行したのかね、ボーカリストとして。いや、なんかコツをつかんだみたいな。あれだ、あのファルセットを使って出す唱法なんですけど、うんうん、ああいうヘッドボイスっていうんだけど、うんはいはい、それをね、なんかね、ある日突然開眼したみたいで、はあ、すごいね、あの彼はカラオケが好きで、うん、そこでだいぶ修行した。カラオケで修行したの。そうそうそう、すごい。あ、じゃあずっとトライして試行錯誤してそれを得たんですね。そうでもうちょっとね、僕そのデモテープを聞くと軽く落ち込むぐらいの勢いよ。うわ、ギターさんでこんなすごいなと思って。それはすごい。本当に。松本さん歌わないですか。歌ってます。でもソロアルバムで歌ったりしますからね。どうですか、松本さんのボーカリストとしての。どう、あんまり歌いたがらないですけどね、本人は。でも全然もう CD でデビューしてるぐらいですからね、うん、全然歌います。いい声してますから、ね、いい声、いい声、ここ大事だよね、松本さんの歌聞いたことない。ないです。そうか、最近歌わないですね、めっきりね、今度のアルバムインストだからね。ギターレッスンが歌い出すとうるさいよ。本当に歌いたいって歌いたいでもね、逆に言うと歌うようになってからボーカリストの気持ちがちょっと分かるようになって。それはすごく大事だと思います。歌えるっていうのはそういう意味では。そうそう、このメロディーやとボーカリスト辛いなっていう、あの歌の辛さをちょっとね、あの高崎さん、あの分かってくれるように。息継ぎっていうのがあるんですよ。そうそうそう、息継ぎみたいなのもあるし、あとあるいはあのライブのメニューを考えるときに、あ、これ続くとボーカリストにどうやろうなって、そういうことをちょっとね気にしてくれる。ビーズどうですか、やっぱりその松本さん少し歌うようになって、今新原さんおっしゃったような、はい、そういう気配りも若干ボーカリストへの出てきましたか。そう、まあ、気配り自体は前からあるし、うん、割と、その歌に無理はさせない、もう言ってくれれば何でも、みたいなオープンな感じだったんで、そういうところではそんな苦労してないですけどもね、以前に比べると高崎さんが配慮してくれるんで楽になってるのじゃん。楽でもないけど、まあまあでも、ラウンドネスのあれ聞いてて楽なところありそうな感じしないですけどね。まあまあ、でも昔は厳しかったですけどね、あのやっぱり、もうエラー怒られて、樋口さんにスティックは投げられ。どういうところが、あの、まあ、樋口さんとか、ね、高崎さん、どういうところが厳しいんですか。歌下手。厳しいですよね。厳しいですね。もうすごい、ね、そ、何、リハーサル中、本番中の全部。だってさ、ライブやってるの歌下手はないでしょ。だって、いや、それ言わないよ、バーッと歌ってる時にガーッと横切って耳元で下手とか言わないけど、でもやっぱりさ、あの終わってからね、怒られたりとかしますけどね。どんな怒られ方ですか。ま、昔はだから、いや、もうそれ それ声をトーン低くしてね、声をティーン低くしてね、大丈夫かと、お前ちゃんとやれよと。いや、あかんでと、こんなあかんでと、何やってくれてんねお前と。厳しいじゃん、落としまいをつけてくれよ、ね、みたいな空気な感じ。昔昔ですよ、昔ね。樋口さんが独自に怖かったですね。そうですか、樋口さん怖かった。ビーズはそういうことはないですか。それはないですね。逆に稲葉君が、松本さん、それもない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 。稲葉君は、自分の持ち場は持ち場で、もうそれぞれが反省してっていうところで、まあ、全体の流れの中での話し合いですね。あっちはこうした方がいい、こっちはこうした方がいい、曲はもうこっちとこっちで変えた方がいいとか、そういう話はしますけど。でソロはどうなんですか。そのビーズだと松本さんいらっしゃるけども、ソロになると稲葉さんが全部、まあ、ある意味コントロールというか、そうですね、あの、はい、バックの連中も含めてやらなきゃいけないじゃないですか、大変さがちょっと違うでしょ。そうですね、なんかでもまあ全体を見てこう絵を描くみたいな、それ楽しい。プロデューサーは今回のソロはなかったの。自分で全部やってるんで。あと、はい、あのボーカル そのディレクションも全部。そうです、あ、ディレクションはね、ハモやったりする時とか、あと客観的にピッチのチェックとかして、いつもしてもらってる人はいます。あ、まあ、ソロだと大変だと思うよ。バンドだとなんとなく、まあ、4人組だって4人の責任になるけどさ、ソロってさ、やっぱり自分がね全部面倒見なきゃいけないから、気苦労ってないんですか。最初やり始め、ソロやり始めた頃はなんか自分が動かないと何も動かないんで、そうでしょ。そういうこう、なんか 重さっていうか嫌な重さを感じましたけど、今はなんか割となんか、自由にやってる感じはありますけど、ね、ボーカリストってすごくセンシティブだから、そういうその精神的なプレッシャーとかあると歌に影響してくるじゃない、そうですね、まあ、だから あってなるとダメな方向行くけども、調子に乗ると結構バーッと ね、あの、あ、ちょっと見えてくると、いい歌が歌えて、いいテイクが出ると、あ、こういう風の路線でじゃあ行けばいいかなっていうような、ちょっとソロアルバムの場合やけどね、ライブでもそうですか。ソロのライブですか、ソロライブはどうやろう。ソロって言っても僕いつも誰かいるからね、達者なプレイヤーに来てもらって、ちょっとだいぶあの助けてもらってるんで、アコースティックライブとかはしないんですか。ちなみに
どうですかね。あれアルバムでアコースティックは誰曲かで弾いてるぐらい。あ、本当に僕でも僕のアコギなんてでも割と歌のガイドぐらいなので、それでもいいかなっていうやつはやりますけど。あの曲は素敵な曲だ。なんかあのアコースティックギターと。本当ですか。いや本当本当。途中から弦がちょっとこう入ってくるチェロかなんかしらんけど。でもソウルフルのやつもちょっと聞いてみたいですけど、僕は一番としては、はい、ここ3年ぐらいでね、ソウルバンドでたまにプロあのジャムセッションやったんですよ。やってんの、ええ、もうスペクトラムって日本にあったでしょ。スペクトラム、あの辺のホームセクションと、あすごいね、あとリズムセクションももうすごい人と一緒に、確かに兄ちゃんのソウル聞いたことないね。でも昔高崎さんがソロ出したりしてる時に、新原さんまたそれで歌って参加してたじゃないですか。であの曲とか聴くとやっぱソウルフルだなってよく分かりますよね。ショーミーサムシングって、はい、そうだよね、あれでフェイクとか入ってるんだけど、あれすごい好きで僕、あのフェイクのフレーズとかあれでコピーしましたね。コピーでコピーでね、お前もう本当にケツの穴見られてるみたいで恥ずかしいわ。お前も汚いって聞いてあれよく聞きました、ね、どうその新原さんの持ってるそのソウルフルのどういうところが好きなの。ハードロックのシンガーって特に海外とかだと結局そのそれこそオーティス・レディングが好きな人だったりとか、そのマディ・ウォーターズが好きな人だったりとかって遡ると大体そっちの影響を受けてる人ってすごくいるじゃないですか。特に70年代80年代のすごいボーカル層っていうのはいるその辺の影響を受けてる。いやいやもうだってほらポール・ロジャースとかデイビッド・カーバーでのそうじゃない。そうですよね、デイビッド・カーバーもね、ベースはね今のボーカリストがそういうブルースやソウルを通過しないでロックから入ってそのままロックにこう移行してくるから、やっぱりだから兄ちゃんくらいの世代が最後の世代じゃないの、ブルースとかソウルがベースにあってそれでロックボーカリストやってるっていうのは、いくそうかもわかんないですね。もう今はの子はもういきなりハードコアでうえーって言ってさ、やってさそのままでしょ。お前それどうなってんねんと、もうあれを聞くたびに俺はもうああもう喉が痛くなるみたいな、うえーってやってるじゃないですか。あの声はちなみにどうなんですか、ね、俺も聞きたいです。どうなっちゃうんだよ。でもあのリンキンパーク の、チェスター君っているじゃないですか、彼はあんまり普通に出してるらしいんですけど、あら普通で出ちゃう。あのねあれグロールってやつでしょ。グロール、あれなんかグロールって言うんですか。コツがあるらしくて、慣れればあれはそんなに大きい声出さなくて、あの声をここで作るんだ。なんかあんまりがなってないんですよね。そう実は、あれじゃない、だからボーカリストってその各々工夫があって、例えばアクセル・ローズ最初に出てきた時に、この人の声ってすごい独特だなと。あれはあれ変わってないです、ボーカリストってどうなんですか。最初レコード聞いた時に随分そのどっから声が出てるのすごい変わった感じの、あれあるところはあれですか、あれ裏声をプッシュしてなんか、そうだよね、歪ませてるんじゃないですかね、あれ。でだから彼自身はそれをこう自分で開発して、ずっと疲れないでというか 表現がずっとできていける声を自分で見つけたっていうことらしいんですよ。発明ですかね、あの人のボーカルスタイルは革命的な衝撃がありましたよね。いやなんかでも最初聞いた時に違和感もバリバリだったよ。これすごい個性的で、すごい低いじゃないですか。そうですね、喋る時こんなボソーっていう感じの声なんでね、あれだから上の声であの出し方多分すると本当はレベルがだいぶ下がるんじゃないですかね。そうか、でもそれをあのぐらいの、強さで出せてるのがすごいんじゃないですかね。意外と多いですよ。でもハイトーンのボーカルが喋ると声が低いでしょ。本当にシンデレラのトム・キーファーだっけ、彼も喋る声が低いし、で歌うとなんか高いね、まあ、あの人も結構ブルースがベースになってるけどね。そうですね、ジャズ・ジョプリンですかね。そうです。新原さんは一応ちょっと真面目な質問になりますけども、はい、尊敬するボーカリスト誰ですか。ソウルだとやっぱりね、ソウルとは言ってませんけどね、オーティス、あの2つあるんですよ。オーティス・レディングとか、ジェームス・ブラウンはやっぱり大好きなシンガーで、ロックだったらロニー・ディオが好きです、ね、ロニー・ジェームス・ディオ、うまい人ばっかしだね。うまいですよね。いや僕はやっぱり高校生の頃からやっぱレインボーコピーとかしてたから、あの辺はやっぱりこうなんていうか来るもんがある。特にレインボーのあのロングリブロックンロールの辺のアルバムとか、ちょっと前にテレビであのレインボーのライブやってて、あのいつのやつですかね、あのもうコージパウエルが後ろにあの虹の、76年くらいですね、あの歌すごかったですね。全盛期じゃないですか、どういうところが好きなんですか。そしてどういうところに影響を受けてるんですか。まあ、もちろんあの声とあのスタイル、ボーカルスタイルとあとメロディーのそのいわゆるハードロックメタルの、まあ、言うと様式美っていうかな、
の要するに走りっていうか、うん、スタイルを作ったような人かなと僕は思ってるんですよ、うん、ああいうあのリフの間にこうボーカルがこううねっていく感じで、フレージングはその意外とブルージーなやっぱりこうテイストもあって、うん、で、あの声はもう強靭な喉をしていて、あのすごいやっぱりレンジも、うん、あの高くて、でステージはあのすごい完成度が高く、もう1時間半があっという間に終わるぐらいの、うん、歌だけでステージをもうこうコントロールする、うん、確かにカリスマ性、うん、で会うとね、まあ稲葉君もあったかもないですね、ないんですけど、はい、僕よりちっちゃいんですよ、小さいかもな、ね、ディオそうです、ディオ、小さい、背小さいんじゃ、そうです、ちょっと160あるかないかだと思う、あの小柄な人があんなにすごいこうステージででかく見えるけどね、でかく見えるっていうのはやっぱりすごいなと思って、ロニー・ジェームス・ディオはどうですか、ボーカリストとして。僕はレインコピーはしたことないんですね、うん、で曲は聴いてましたけど、そのレインボーの頃とかは、うん、でも今聴くとちょっとその当時よりもびっくりしますね、もうあの本当うまさとか、あの表現力は、うん、でもロニーなんかさ、亡くなる直前まで歌を歌ってたわけだから、うん、ある意味ボーカリスト冥利に尽きる音楽人生だったんじゃないの、うん、そ, ううん、その音楽やめて何年も経ってお亡くなりになったわけじゃなくてさ、本当亡くなる直前までね、体調悪くなるまでヘブン&ヘルっていうバンドでねずっとツアーしてたわけだからね、はい、稲葉さん尊敬するボーカリストを挙げるとどうなんですか、尊敬影響受けたでもいいですよ、影響受けてカバーしてたのはまあ新原さん、日本の日本人のシンガーでカバーしてたのは新原さんだけなんですけど、あとはだからもうロバート・プラントとかカバデールとかですかね、うん、ポール・ロジャースとか、あとはまあスティーブン・タイラー、ね、僕ねボーカル差でね男前系の声ってあると思うんですよ、どういうの男、いやちょっとどういうのって言うと日本人やと稲葉君系の声、うん、でスティーブン・タイラーって僕ね結構男前の声なってね、似てないですから、なんかあの声のね持ってるトーンが稲葉君とスティーブン・タイラーって、うん、僕からすると全然もうちょっと違う感じですね、なんとも言えん、僕ねスティーブン・タイラーのあのバラードあるじゃないですか、はい、ハルマゲドンの、うん、あのアルバムの頃の、うん、スティーブ・ダラの声 の, その持ってるトーンと稲葉君の持ってるトーンがなんかすごくダブってて、初め僕ラジオで聞いた時にそのまだあの曲が有名になる前ね、あのヒットする前にあのスティーブ・ダラの曲が流れてる、あれ稲葉君が歌ってるのかって思うぐらい、僕声質ね、声質のトーンがね、もちろんまあ英語やし、あのサウンドも違うんだけど、すごくで一緒に歌ってるステージも僕も、はい、2回くらい僕もあのFIFA ワールドカップの時とこの間のエアロソニックで2度、はい、僕どっち見たのか分からないけど、やっぱりねライブでもやっぱり似てるなと思って、あそう声のそのトーン、そうですかね、うん、僕の方が全然力入っちゃってますよ大体、あのリハとか見たんですけど、はい、まあ、この間のエアロソニックの時は前日リハやってましたけど、うん、結構声ボロボロで、ボロボロみたいな、で気もうなんか多分もう慣れてるんだと思うんですけど、そこでも気にしないです、普通に歌ってるんですよもうリハーサル で,、うん、でこれ明日この人出るのかなと思ったら、やっぱ本番はちゃんと出すんですよね、あそう、ね、結構ガラガラで、ステーブン・タイラーの話し声聞いてるとちょっとドキドキするよね、もう僕がもう本当に全不調の時の そんな感じなんですよ、で歌もそんな感じなんですよ、リハの時で本人はもう気にしてなくて、で力入らないように歌ってるんですね、すごく朝とかね、いやそんなことないと思うけど、違うか、でもね僕さそれを聞いてね、こういう言い方したらあれだけども、うん、やっぱりすごくこう大衆に支持される声っていうのが僕あるんじゃないかと思って、うん、でそれは僕稲葉君であったりスティーブン・タイラーのああいう声質っていうのは、うん、すごくやっぱりこう人の耳にこう心地いい響きを持ってるんだなと思って、うん、確かにね、あのある方言ってたけれども、歌はうまく練習すればうまくなっていくと、うん、声質は変えられない、生まれ持っての声質と、例えばその方言ってたのはそのカーペンターズのカレン・カーペンターの声言ってたんだけども、彼女の声ってのは本当に人をこう魅了する、持って生まれた、あの声なんだと、であれはあの練習したりとか何かをやってああいう声になれるわけないので、やっぱ声ってのはその持って生まれたものがあるからね、うん、その段階で今あの新原さん言ったみたいに本当にいろんな多くの人に愛されるような声、そうではないキャラクターの強い声っていくつかこう分かれていくのかなと、すごいそれぞれすごいんだけども、うん、もちろんやっぱりそういうこう支持される声ってあるんだなと、僕はあの稲葉君の声とあのスティーブン・ダラの声を聞いてる時にね、うんうん、自分の声質っていうかが変わってきてるのとかって
感じますか。僕はすごい自分で感じたりして。どういう感じですか。僕はあるかも分からへんね。どういう感じですか。やっぱ客観的に聞いててちょっと多分響き方が違ったりとか。太くなってきたっていうこと。いや、ある音域細くなったりとか、でキーがそんな下がったりっていう感じではないんですけど、なんかいろんな変化をやっぱ生身なんて感じるんですけど、それがだからすごいです。たまにストレスになったりしますね。あれなんか違う、倍音があんま出てないなとか、うん、体調じゃなくて。だからレコーディングの時もこれ同じ取り方してる前とみたいなこと聞いたりとか、ね、マイクも同じで、ね、あの原因も同じで、それでもうだんだん神経質になってきて、そんな違いますかねなんて言われたりするんですけど、逆に相手がね、気にしすぎですか新原さん。そんなどうですか気にしすぎですか稲葉さん。いや僕でも言わんとすることは分かります。ボーカリストだから、ちょっとあの今までと響きが違うなっていうのは、僕でもね、そのここ5年ぐらい、あんまりそういうのなくなって、もう安定してるんじゃないですか。だからある意味スティーブン・タイラーの教師、別にもう気にしないっていう、それはねすごい大事だと思うんですね。もう全然そのなんとかもう悪ければ悪いなりにどういう風になるかって自分でもシミュレーションで言い方やけど分かっているし、やっぱいろんなパターンを経験するとそのこういう時はこれはこのパターンみたいなのが多分分かってくるんですね、きっとね。そうか、まだその領域に達してないんですか。もうちょっと経験した方がいいかもしれない。いろ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 ね。あとあれどうですか、英語で歌うのと日本語で歌うのって。英語の方が英語はね、いやあの面白いんですよ。英語で歌う時の喉の響きって違うんですよ、日本語と。違うよね。違う、もう全然違う。なんかもうそれがね気がついたのがここ5年ぐらいで、この5年だね遅いね気がつき、あの発音の仕方はね、その昔その英語の歌の先生がいて、先生、ね、すごいですよ。ラウドネス の, あのデビューアルバム、あのアメリカの、あのアルバムのマックス・ノーマンのプロデューサー、俺も殺されるかなと思ったもん。で厳しいって厳しくて、これもう無理だなと、もう 一生っていうか、俺まあとりあえずこれはもうボーカルが変わってもう外人でも入らない限り、これもいじめられてるなと僕すら思ったもん。発音、うん、もうひたすらそんなのよ。本当今のは良かったけど、タイミングもバッチリだし音程も良かったけども、R の音が言えてないんだよね。もっと R かなんだよ。R と L は難しいよな。もっと Rock なんだよ。自分でね、口 Rock ってやるじゃないですか。こうもそう思ってやるんだけど、惜しい Rock なんだよ。おいお前、なめとんのかお前。さっきとどう違うねみたいな話で。それ歌の人一番大変ですね。そうそう。もうちょっとお前一行から読んでみろと。もう歌うのやめろと。一回読めと。うん、You come to see the show, we're gonna rock and roll. 昔はこんなの発想できなかったから、You come to see the show, ロックンロールとか言ってた。OK, hold on, hold on. ちょっととりあえず、この読めるようになるまで一回練習しよう。ちょっと一回中断みたいな。この一行だけみんなトレーニングしよう、みんなでみたいな。スタジオの中の外人に寄ってたから俺ね、You come to see the show みたいなぐらいで言うの。で、もう一行ずつやるみたいな。それでも結局大きく出なくて、でもね、3週間ぐらいやってると、なんとなくやっぱ慣れてくるよね。だんだんやっぱり英語の、外人しかいないから、なんかブースの中、そのうち気がするとちょっと上手くなってんだよね。なるほどね。で、1曲取り始めると早いんだけど、でもやっぱり毎回マックス・ノーマンも厳しかったし、あのエディ・クレーマーもアンディ・ジョーンズももうやっぱり歌の発音はやっぱり、君は日本人だからもう特に我々気をつけて、外人だったらまあ今ので OK だけど、あの強く言ってるんだっていうのがあったりして、それで英語と日本語のその喉の使い方違うの。だからね、日本人ロックンロールって言うじゃないですか、ロックンロールとか で、そのあの英語やったらもっとここの方の喉のこのゲロこの辺でラッラッ、こういうラッ、こういうの響きがするんですよ、日本人はラッラッじゃないですよ、ラッラッ、この違いがあるんですよ。だからこれ、ね、に気がつくまで、これゲロ声って言うんですけど、僕らの中ではこのゲロ声の発音、ゲロ声って言うんですか。そう、な R の時とか、そのガジンって結構このここのこういう音の声もつけて、こういう音をつけながら歌うパターンというか、スタイルな、スタイルというか、そうするんですね、音、英語の音って。なるほど。それを分かるようになったのがここ5年ぐらい。大変だね。喋り方もそれが分かるようになってから、やっぱり話するとき重心がこう下に
なんかしゃべった時に、Hi, this is Minoru Nihara from Loudness ってちょっとこう声が変わるでしょ、うん、昔は Hi, this is Minoru Nihara from Loudness とか言ってたんだけど、うん、Hi, this is Minoru Nihara from Loudness ちょっとこうこの辺に響くみたいな感じのこう日本語と英語の 発音 それが分かる日本人ができないんですよ、なかなか。もちろん R だ L だってあるんですけど、うん、TH だとかね、あんまり聞いたことないね、そういう、確かにね、うん、このこれをこう重心を落として やるって話あんまり聞いたことないよ。そうだね、やっぱりそれはだから本当 に新原さんのようにさ現場でね、うん、戦ってきた人の話じゃないの。そうだと思う、そうだと思っていいから、そうかもわかんない。だからそれだけやっぱ厳しく言ってくれる人がいたからね、英語の周り相当厳しいですね、外人ばっかりで。だって稲葉さんだって ね、あの外国の方ってスラッシュと一緒にコラボレーションもしてるから。そうだ、どうだったんですか、あのレコーディングは。スラッシュでやった時は、まあ、それこそそのリフのデモが来て、でメロディーに乗っけてっていうので、それ彼が歌ってメロディーないもう君に任せてみたいな感じ、はい、で僕が日本で歌ったものを LA で行って、で彼に聞いてもらって、でどうって言うんで、英語で。それは最初日本語と英語と両方あったんですよ、ね、で向こうのスタジオでもそのままスラッシュいるところでレコーディングして。あ、本ちゃんもやっぱり LA で撮ったんですか、彼がいる前で。はい、うろうろしてましたけどね。いや、スラッシュはその俺がスタジオにいるとあの講師が緊張するかもしれないと、ね、それは後での話、うん、後での話でどうだったって、あの講師のレコーディングって、いやすごいんだと、ただ俺がスタジオでこうやってね、こうやってね見てるとなんか歌いにくいんじゃないかと思って、大丈夫かなとか、今どのくらいかなって言いながら、めちゃ優しいですよ、ね、いやめちゃ優しいだろ、スラッシュだよだって。いやいや、まあ、ミュージシャンだからプロデューサーだったらもうそれはもうね、もう本当にもう何でもね、僕ここ実はもうそのだから日本人がヨーロッパとかで人気、ほらあのビジュアルの人とか、はいはい、あのアニメとかが人気 すごくこう市民権を得て、今いろんなアーティストが言ってるじゃないですか、うん、90年代の終わりぐらいかな、あ2000年入ってもうちょっとしたぐらいかな、すごいアニメがこうヨーロッパでなった時に、日本のバンドが来るのはいいけど英語で歌わないでくれってなんか言うぐらいの、逆に日本語でも通してくれと、面白いねっていうぐらい、なんかその日本語でも OK、 僕らがアメリカに出た時はもう英語が絶対条件なんですよ、絶対英語だったんだけど、今はもう逆にあの日本語でもいいから、そんなに上手に英語で歌わなくていいからみたいな、あ上手にって言えばどうせ上手に歌えないんだけど、そういうことだな、うん、面白いね、そう、もう無理して英語で歌わなくても、もう日本語でやってください。やっぱ日本のカルチャーが日本語で歌った方が、日本語のつまり日本のバンドであるっていうね、バンドの持っているものと日本というそのカルチャーが一緒になってこう伝わりやすいんじゃないの、うん、海外のオーディエンス日本語で歌った方が。ビーズでも英語の曲何曲か今までやってきて、で向こうのプロデューサーと仕事したりした時に、もうそれこそ本当に読むところから始めたりやったんですけど、で何回かやって、僕今頃になってやっとなんかその自分 その表現したいものを出し切るのはやっぱり日本語、僕の場合はね、うん、日本語で歌わないとなんか日本できないと、それを英語に変えるっていうの そうだよ、ね、だとなんか根本が変わってきちゃう感じ、ニュアンスが変わっちゃうんだよね、日本語で発音しているそのニュアンスとか分かるぞ、それも含めて曲のなんか、うん、雰囲気だよね、カラーというか、うん、味というか、なんで日本語で歌った方がいいんじゃないかって今頃あんま自分の場合はですけど、うん、思い始めて、全然ありみたいですよ今。ありじゃないの、うん、ロックの場合ってでもなんかあのキーでああいうメロディーを日本語で歌うのって結構喉に負担があるんじゃないか、ね、なんか母音が多くて押し出さなきゃいけない音がすごい多いんで、ね、英語の方がまあ発音ができればの話ですけど、そういうスムーズに歌えると喉の負担が少ないんじゃないかなとはちょっと思うんですけどね、うん、なんかね、あのメタリカのジェームスが日本のバンドをそのどっか海外で見た時にあのどうだったって聞いたら、演奏はいいんだけど歌グロールだから何歌ってるか分かんないと、逆にそれが何歌ってるか分かんない方がいいんじゃないかと、つまり変に日本語が入っていようが英語が入っていようがね、と同じようにやっぱり何をそのアーティストが表現するかなんで、今稲葉さん言ったみたいに自分のその持っている言葉が英語にその変えられた段階でニュアンスが違ってくるならば日本語で歌った方がいいと、うん、でも兄ちゃんの場合は80年代ですから ね、もう30年前の話なんだよね、そう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 、やっぱり英語じゃないとアメリカなんかで勝負できないよね、アトランティックですからね、うん、
で同時にもう あんまり僕の中ではその英語で歌うのも日本語で歌うのももうそのしんどさっていうのはあんま変わらないなって逆にもう慣れちゃったんだね、そういうことかも分からないけども、でも日本語の方が多分ブルース色出ますよね。そうだよ ねもちろんもちろんそうだね、ベースがそうだから、うん、そういう幅があるのはいいですよ ね、でもその気持ちにこう到達するのってなかなかボーカルロックボーカルで結構やっぱり英語でって思ってしまうからどうしてもどっかで英語でとかやっぱ英語の方がノリが良かったりメロディーのフレーズの付け方が付けやすかったりとかっていうなんかそういうまあ思い込みが強いからね、滑らかでみたいなノリがね英語の方が、まあでもあれだね、80年代にそのラウドネスが出た時は英語じゃないとちょっとアメリカやイギリスでは勝負ならないと、だから今新原さん言ってみたいに現代のバンドはそうやってこう受け入れてくれるマーケットが世界中で日本語でもいいよと言ってくれるんであれば、これからの若い世代のバンドはどんどん海外出るチャンスが、だから言葉の壁がね、もうある意味海外でやる人は多いでしょうね、もうきっと ね全然違うんじゃない、ましてやもしその日本語でそのまたどっかチャートにドーンと入ったりなんかするともうそれはもう日本語でも OK いいんじゃないですか、もう、ね、母国語にプライドも持てるし、そうだよ ねだって上を向いて歩こうだってね、ビルボードナンバーワンになってるからね、でもうちのバンドメンバーアメリカ人2人いますけど歌詞全部知ってました、やっぱクレイジーナイト、あそうか本当に、いやもう歌ってました思いっきり、やっぱりだからあれなんだよ、浸透度合いすごいですよね、やっぱすごいラウドネスってやっぱワールドワイド基準が世界だからね、出た時から、でもさ兄ちゃんがそのラウドネスに誘われて入った時から世界目指してゴーダーみたいな話になってたんでしょ、いやもう高崎さんがもう熱く語るわけ、僕初めて会った時に、僕はレイジっていうバンドやってたけどもこれからは世界に僕のギターで勝負したいんだって、忘れもしないですよ、僕京都のあの喫茶店で初めて会った時にね、ああこの人顔見たことあるわ、レイジの人や、僕はそれしか思ってなかったけど彼はすごい熱く語ってて、だからもうすごい自信があったんやろね、もうだから、だからそれでそれ聞いた時、マジかいなと思ったけどね、世界って意味わからないんですけどみたいな80年だもんな、81年とかな、でもそれは達成してきたわけだからね、いやまだ頑張ったと思うし、その僕らの先に前にいなかったから、とりあえず何でも僕らが初めてでしょ、だからうまくいけばやっぱりぐわっと注目してもらえるけども、2番手3番手になるとやっぱり向こうもちょっと慎重になるというか、どんな感じかなって、ね、思うところもあるかも分からないけど、僕らはすごいそういう意味でラッキーやったのと、やっぱりバンドやっぱりいいバンドやったと、僕自分のバンドで言うのもなんだけど、向こうで演奏してて思うのはやっぱりすごいやっぱ個性的なんですよ、もちろんルックスもジャパニーズだし、あれなんだけど、やっぱ演奏のアンサンブルから演奏からグルーヴからやっぱり向こうの人にないものがすごくラウドネスになって、あこれはやっぱこういうので勝負できるのはすごいこう強みだなっていうの、逆に日本人であればゆえにこれをやっぱり武器にできるのはいいなって思ったりなんかして、まあ、今日はですね、稲葉さんが会ってみたいってということで、まあ第1回、第1回が明らかにこれですからね、でそれでいやせっかくね、まあ最後もう時間もあれですから、お互いちょっとね1問2問お互い聞いてみたいこと、まあここまで散々パラ全部もう喋っちゃったとは思いますけども、何かお互いに聞いてみたいな、新原さんからせっかくですから稲葉さんに何か聞いてみたいことをちょっとお願いしますよ。稲葉君は今イヤモニ何使ってるんですか、ちなみに。あれどれにしたっけな何を聞いてるの、ウルトメディアーズ、締めでアルペディアーズだったんですけど変えましたね、 JHA オーディオ、いや日本のメーカーですか、ウエスト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 、ああ俺がちょっともう買いに行こうかなと思ってね、ウエストンだよ、ウエストンだよな確か、ウエストンウエストン、アウト運動してるんですかやっぱりトレーニングとか、そうです、まあ、食事を定期的に食事、そんな細かく皆さんが思ってるほど酒は飲んだりとか、ちょ暴飲暴食しない人君と違う、お酒は飲むんですか、飲まないわけです、付き合い程度ですけど、でも、まあ、基本的にそんな強くないし、初めて僕ね稲葉君と会ったの実は下北沢なんですよ、僕が樋口さんと一緒に飲みに行ったら、僕いました、僕とギターの方と、松本さん、松本さんメタリカの T シャツ着てて帽子かぶって、あどうもって、メタリカの T シャツ俺着てたかな、メタリカかモーターヘッドかなんか、メタリカのメタル系の、違う似てる人じゃない、あそうだったのかな、なんか言ってたりいや、あそう飲まないんですか基本的に、
あんま飲まないです。ツアー中もあんま、だから区切りのいいとこでしか飲まないですね。ああ、そう、飲めないっていいの。俺も飲めないようになりたいな。俺まさかその辺の話で締めるわけじゃないし。いやいやいや君なんか。ということで今日はですね、まとめますよ。はいはい、稲葉さん、はい、第1回目新原さんとお会いして約1時間くらいお話し、はい、してきましたが、これでいいんですかこんなことで。いや、それはだから皆さんが決めることを。そうですね、稲葉さんどうでしたですか新原さんと。長年のですね、この心の使いが使いがじゃなくてどういう使い。ちゃんと話できなかったんで、こんだけこういろいろ聞いてて、ちらっと会ってそうです、ね、どうも、まあ、楽屋で会ってることが多かったんで、でもうお疲れ様でしたとかありがとうございますみたいな話しかしてなかったんで、ここでまあいろいろ話ができて、これを機にもう一つ中野サンプラザは前から3列目ですか。あ、そうですか。はい、ライブラウドアライブのラウドアライブ、はい、そうですか、すいません、どうも見られてみたいなことを言えてですね。いや、僕も見ましたですよ、あの代々木オリンピックプールのビーズのコンサート。そうですか。もうだいぶずいぶん前ですけども、90年。古いよ。じゃあこれから、はい、あの強力なタッグがここで生まれました。握手をちょっとお願いします。じゃあもう光栄です、ありがとうございます。今日本当にありがとうございました。スタートで一つぜひ。ありがとうございます。また飲みの席でも食事でも。飲まないっつってんだよ。コンサート来てください。ぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございます。というまとまりでございました。はい、終わり。はい、どうも。はい、面白かった。いや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 、すいません。ありがとうございます。本当に楽しかったです。